関東鉄道関東鉄道取出営業所、取出営業所関東鉄道取出営業所は、かつて、茨城県取出市駒場一丁目に所在した、関東鉄道のバス営業所である。現在は待機場として使われている。当初の敷地は、関東鉄道上層線、寺原駅に隣接する。かつては、寺原車庫とも言われた。営業所略記は、取の TR。 2017年12月16日をもって、三津街道営業所と統合、移転し、森屋営業所となった。鳥出駅と周辺の団地を結ぶ路線をはじめ、鳥出市、筑波未来市、森屋市で路線バスを運行していた。このほかスクールバスや鳥出市、コミュニティバスの一部を運行していた。これらはすべて、森屋営業所に引き継がれている。 一般路線機に一運賃であり前乗り中降りだったが IC カード導入を契機にいた路線と同じ中乗り前降りに変更されている豊か台で終点になった後は森や営業所に改装していた以前は豊か台の手前に稲中央というバス停がありそこに折り返しばあったので稲中央で終点であったコミュニティバスの受託運行キャノン送迎バス 鳥出競輪場ファン送迎バス鳥出営業所所属者あたりどころの管轄は鳥出駅と団地を結ぶ路線がほとんどを占め、また鳥出駅周辺にはキャノンや江戸川学園が立地しているため終日乗客が多かった。そのため一般路線車は全車とも大型車が導入されていた。車両は大型車のみの配置ということもあり他社からの移籍車がほとんどであったが、 取出市からの補助金により、2001年春に関東鉄道発のノンステップバスであるイスズエルガと三菱不装アロスターが各一行ずつ導入された。自社発注車としては1 5 0 5号 TR 以降11年ぶりの新車導入となった。その後も低床バスの導入が続き、2016年には9年振りの新車となる新型エルガとエルガハイブリッドが各一台配置された。 2016年現在ノンステップバス7両とワンステップバス4両が在籍している。なお、新車で配置された車体には、鳥出市バリアフリー補助車両の表記がある。その他は、京成バスからの移籍者が主力であるが、近年は、東急バス、立川バスから、三菱不走エアロスター MP ノンステップが移籍し、低床化も徐々に図られている。2015年度は、 車両不足に対応すべく、京成バスからの中古ノンステップ及びワンステップバスが集中的に配置されている。かつては、西武バスより、富士 5E、7E ボディの日産ディーゼル UA が大量に移籍し、主力になっていたことがあるが、現在はすべて廃車になっている。その他、取出し、コミュニティバス、ことバス用として、三菱不装、エアロミティ ME の CNG 使用者と火の、 ポンチョ、そしてその予備車として三菱不装、ローザなど、マイクロバスも数台配置されている。なお、東営業所の敷地は、寺原駅前の境外なスペースゆえに、車両は20両程度しか駐車できない状態である。そのため、代用に使用される車両は、後山停留所付近にある月決め駐車場を借りて、駐車している。過去には、当初に新たな車両が導入されると、 廃車するまでもない車両は、三津海道営業所など、近隣の営業所に転属という形をとっていた。茨城県南地域の中で最も東京に近いエリアの営業所だったことから、通勤、通学輸送としての需要が高く、茨城県、関東鉄道発となる施策が多かった。ありがとうございます。